椿、長野、二人で行った琉球、西村から中央、長野、縦パス、高橋大吾、浮かせて、平山俊、ゴールキーパー猪瀬キャッチ。平山俊が足を伸ばしたが、ここはゴールキーパー正面でした。素晴らしいボールでしたね、高橋選手。粘りながら最後は浮き球を使いました。先ほどこの長野からの縦パス、高橋大吾はふわりと浮かせて、平山俊が叩きつけるシュート。ファンタスティックなスルーパスですね。はい、平山選手も